パナイはアメリカ海軍の河川法官。艦名はフィリピンのパナイ島にちなむ。その名を持つ艦としては2世紀目。1937年日本軍により沈められた。砲薬はパネーと表記されることもある。中華民国の上海にあった江南造船所で建造され、1927年11月10日にエリス・エス・ストーン夫人によって命名、浸水。 1928年9月10日に艦長ジェームズ・マッキー・ルイス少佐の指揮下収益した。長江でのアジア艦隊に配属されたパナイは強力な中央集権国家へと変貌しようとしていた近代化途中の中国において1920年代から30年代にかけてアメリカ人の安全及び財産の保護を任務とし、後には日本軍からの攻勢に対抗した。 長江での紹介任務では、盗賊や敵兵からの攻撃で絶えず安全を脅かされた。そして、パナイとその姉妹艦は、他国の軍が市民の安全を守るのと同じく、アメリカ船やその他の船の安全を保護した。パナイの乗員たちはしばしば、長江を航行するアメリカ機船への武装護衛として貢献した。1931年に、艦長、RA ダイア海軍少佐が、 以下のように報告している。日本軍が中国南部に進出するとともに、アメリカの奉還は1937年11月に南京の大使館員の大部分を避難させた。パナイはできる限りの間残りのアメリカ人を保護、避難させるためのステーション艦と指定された。最後の避難民が12月11日に上館した後、パナイは戦火を避けるため長江を上流に向けて出港し、 三隻のアメリカ石炭艦が共に航行した。日本海軍第三艦隊は、様子港にパナイが進出することを知らせる連絡を受けていたものの、位置の確認に手間取った挙句現地航空部隊に通報していなかった。12月12日、第二連合航空隊、第十二航空隊司令、三木森彦大佐は、陸軍からの要請を受け常州飛行場より飛行隊を発進させた。 空襲を観行した攻撃隊員は、司令より、様子工場の全艦船への攻撃を命じられていた。作敵中の第13航空隊村田小隊が南京上流約 40km 地点に停泊中のパナイト3隻のタンカーの存在を発見。攻撃は13時27分に開始され、水平爆撃を行った後、 第12航空隊の艦上攻撃機による急降下爆撃、戦闘機による機銃掃射が行われた。15時54分、パナイは沈没し、3名が死亡、43名の水兵、及び5名の民間人が負傷した。日本軍の攻撃を受け沈没するパナイ。アメリカ大使による正式抗議が直ちに提出された。日本政府は抗議を受け付けたものの、 攻撃は故意に行われたものではないと主張した。しかし、1938年4月22日に賠償金が支払われ、事件は公式に解決された。当時の欧米での報道では、直前に発生したイギリス艦、レディバードへの誤射事件や、パナイネキチンが大きく取り上げられたため、翌日の南京陥落の扱いは小さなものになった。当時の中米大使であった斎藤博は、 日本の訓令を待たずに謝罪放送を行い、反日感情の高まりを抑えたが、日米関係は一層悪化することとなった。ありがとうございます。